representing Russia, Natalia Mishkutyonok and Artur Dmitriev. テクニカルプログラム第2位、ロシア、ナタリア・ミシュクテノワ、アルツール・ドミトリエフです。アルベールビルオリンピックのゴールドメダリスト、2年ぶりにオリンピックの舞台に戻ってきました。滑り出し順調。トリプルツイスト。ジャンプ。繊細で柔らかい動きを見せます。ラフマニノフ、ピアノ協奏曲第2番。プロの技を見せます。さあ、ここからストレートラインのステップ。練習でちょっと乱れていたダブルフリップ決まりました。体の柔らかさを十分に生かします。
見事な演技です。テクニカルプログラム2位から金メダルを狙う、オリンピック2連覇を狙う、このミシュテノク・ドミトリエフのペア。1月ヨーロッパ選手権では3位に終わりました。この後に滑るゴルデーはグリンコフ組を破ることはできませんでした。アマチュア時代の先輩をこのオリンピックの舞台で破れるかどうか。23歳のミシュテノク、159センチ、体重55キロありますが、本当に魅力的なのはその体の柔らかさ。このペアの本領発揮の部分、スロージャンプのトリプル、乱れはありません。男性アルツール・ドミトリエフは26歳、キエフの近郊の生まれです。1m83cm という長身。2年前のアルベールビルで金メダルを取って、そしてプロに転向2シーズン目。2日前のテクニカルプログラムでこの2人のペアを1位に押したジャッジが2人いました。さあ得点が楽しみ。テクニカルメリットです。 5.9 が2人います。チェコとベラルーシ、 5.6 も1人いますが、まずまずの高い点が出ました。さあこの後にロシアのゴルデーはグリンコフ、さらにロシアシシコワナウモフという2組が控えておりますが、そしてアーティスティックインプレッション、今度は 5.9 増えました。4人になりました。高い評価を得ています。もちろんここでトップです。そしてカナダブラスール・アイスラーが第2位、アメリカメノー・サンド組が3位と続いております。